めっちゃ楽しかった。うわー、ケイさんありがとうございます。よかった、ケイさんにねそう言ってもらえたら嬉しい。いつもありがとうございます。よっしゃー。さあね、こっからもね、レオンがね、みんなのおかげでね、皆さんがね、ほんとね、これだけねやってくれてるので、ね、少しずつ上手くなってる、少しずつ上手くなってるかな。レオン、ホークスのせいで頭頭痛が起きましたと、しっかり負けたわと。ケイさんありがとうございます。ルッカさんもスチュワートでお願いしますと。いやね、今のは結構地についたんちゃいますと。いや、ケイさんにね、いつもフルボッコにねされてるのね。いやー、でもね、多分ね、あそこはね自信つけさせていただきました。レオンもねやればできる、おじさんも頑張ればやればできるという。さあ、ケイさんありがとうございます、いつも。そしてここでチカの、チカモッちゃんか。オッケーオッケーオッケー。で、ここでコンちゃんが来る。もうスピリッツがえぐいほど負けてんな。よしよしよし、オッケーオッケー、ナイスナイス。私もこれから頑張るから、レアも一緒に頑張ろうと。ケイさんありがとうございます。本当にね、これからもよろしくお願いしますよ、ケイさん。さあ、なんでシュアート横浜行ってんのと。隊長さん、今日はですね、ここからね、ウェンデルオースティンチャレンジをね始めていく。ここを押すな。ありがとうございますよ、お願いします。ひなさんね、今日はね551-0907、551-0907、10時45分締め切りとさせていただきます。次は私はリベンジャーとして戦うからねと。ケイさん何をおっしゃいますやら、フルボッコに今までされてきてるんでね。大谷くんね、大谷くん、さあ集中よ。ファルファル、どうで、もうちょっとまっすぐだと思ったら2なんだよな。曲がりすぎ、曲がりすぎ、えぐいわ。集中。頑張れソーティー、頑張れないか。私負けたのにレオンが勝ったの嬉しく感じてるようだ。ケイさん、ケイさん、そこがね、器のデカさ、器のデカさっすよ。ありがとうございます。ナイスバッティング、ナイバッチ。さあ、バース、ここはね繋いでいきたい。ナイスエン、ナイスエン、集中よ。落ちて、ナイスバッティング、ナイバッチ、ナイバッチ。さあ、カブレラ、全出しのカブレラ、集中。いや、素晴らしい。今のまっすぐはね、マジ度胸、今のまっすぐはマジ度胸っすよ。空城さん、ハートありがとうございます。ディアスお父さんも嬉しいって言ってる。マジですか、ケイさん、ありがとうございます。ひなさんね、ぜひぜひね、ぜひぜひ入っていただけたら嬉しい。さあ、ここでナイセン、岡田監督ね、ナイセンだな。そこを振ってきてくれない、まっすぐ来ると思ってるよね。ああ、振らない、ナイセン。ズドン、うわー、振らないねー、振らないねー。空城さん、猫ちゃんありがとうございます、嬉しい。ギフトありがとうございます。デュエルさんが累計いってくる。何が出るかな、何が出るかな。ここはね、ゲッツーが理想、新井さん。よしよしよし、オッケー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 。さあ、大山くんがプルヒッターが出てる。うわ、落とされたか、うまい。そこはね、流された。坂倉くんがここに来る。よし、
ナイスナイス、オッケー、お願いしますよ。井上選手ホームラン打ちましたね。と犬さん、いやー出ましたねホームラン。K さんがさっきの試合レオンと今までやった中で一番楽しかったと。嬉しい、そう言ってくれたらね、もうね K さんありがとうございます。よっ、あー今はね反応が遅いよ、ダメだ、遅れてしまったらね絶対ダメだからね。マルティ、うわー、まっすぐにね押し込まれるな。太田大志ね、リュエルさん、太田大志くん、太田大志くん S 出てるんだ、やばいな。大谷くんのまっすぐが速すぎてね、全部振り遅れるな。いや、ケイさんね、これからもね、よろしくお願いします。ありがとうございます、ケイさん。さあ、2回投げたんでね、スチュアートはですね、ここで系統行かせていただきますよ。コルデロに。コルデロに系統。よっしゃ。ここはね、打たれ強さが出てる。ナイスボール。リーシームをね、しっかり。ボールでいいんだからね。落とされたか。もっとボールでいいんだよな。もっとボールでいい。ああいう時に限ってベスピが出ちゃうんだよな。ギータがここで代打か。えげつないな。ナイスボール。ナイセンナイセンナイセン。ボールでいいよ。うん、オッケーオッケーオッケー。ああ、振ってくれないか。さあ、ここでバッティングカウントだということで振りに来てくれ。ああ、振らないか、振らないか、振らない。うわー、甘かったかー。ナイスバッティング。くっそー、甘かったか今の。甘いかー。んー、なるほどねー。あそこをもう打たれるか、悔しいな。なんであんな飛ぶんだよ。ノーアウトじゃん、しかも。うまい、うまいね、今のカーブの捉え方。ダメだな、コルデロ打たれるわ、はい、コルちゃんは打たれる。まだね、スチュアートの方が良かったね。まあもう結果論ですからね、結果論。ここでね、ロード行こう。落ちる球がね、やっぱないんでね、コルデロね。さあ、モヒカンさん、今日はね、縛りなしですよ。縛りはなしでですね、縛りはなしなんですが、今日は超高速。ナイセン。しっかりね、ここね、やっぱ、ね、見切られてるな。うまい、マジか。やっぱりね、皆さんミート打ち使った方がいいと思う。俺ね、男は黙って強振しかやってないんですけど、やっぱミート打ちって大事。ミートで落とされるんだよな。まあそうですよね。それもね、大事な一つの戦法ですからね。よしよしよし、オッケーオッケー。ナイスゲッツ、ナイスゲッツ。ミート打ちむずくないと、昴生さん、逆にミート打ちの方が難しい。昴生さんは、ナイスボール。オッケーオッケーオッケー。ナイス、お願いします。いや、6点もいかれたか。ミート打ち、
レオンもですね、ほぼほぼミートチやったことがなくて、もう男は黙ってみたいな。はい、レオンさん最初から言うので、次スチュアートで、あ、次もマキさんなんですね。わかりましたよ。了解しました。皆さんスチュアート好きだな。元木さん、山本ダル藤波取りましたと。元木さんマジか。何連やったんすか。うわー、ゲッツー、これがね、ゲッツー送りバントです。これがゲッツー送りバント。打撃練習でやりまくるしかないと、ハンブツスさん。間違いない。打撃練習ね。練習は嘘つかない。俺は誰でも打てないと。やっぱりツーシームないので、でかいっすよね、と。さあ、最強ビエイラか、パウエル。野球はツーアウトからよ。落としてくるか。まっすぐ。オッケーオッケー、ナイスやん。よく見た。うわー、もうあれだ。あのど真ん中がね、なんか打てないね。店長ありがとうございました。